サビーナって絶対にルチアの目当てで通ってますよね。金も時間もある未亡人のお遊びという感じ。どうなんでしょうね。元バイオリン奏者だそうですよ。蒸気には注意してくださいね。あの美人？ルチアーノはずっと知らんぷりですよ。なんてもったいない。ルチアーノはずっと独り身でいるつもりなのかな。その気になれないのでしょう。亡くなられた奥様を本当に愛してらしたから。あなたも？その不思議な店はローマの真ん中から少し外れたある通りにある。これん？演奏会に出るの。お前なんか出られるのか？気取った演奏会じゃないの。いくつかのグループで出演するのね。へえ。ん？なんだ？演奏会までレッスンで忙しいのね。だからタイプしない。全然。奥でおとなしくしてろって言っただろ。ママ忙しいんだもん、しょうがないよね。ブランチみたいないい子なら大歓迎ですよ。なんか食べるか。シニューレ。何か？お誘いに。指導してるグループの子たちが出演する演奏会があるの。来週の水曜日。確かここはお休みよね。よかったら一緒に。今お一人なんでしょ？別のカメリエレの方からいろいろ聞き出しちゃったの。私いかがかしら。申し訳ないが、先約がありますので。そう、羨ましいわね、その方。よかったら、その人と一緒に行ってちょうだい。それじゃ。まず。するなんて、パパ、
この間言ってたチケットここに置くね。うん。俺も忙しくてなかなか構ってやれないし、お父さんに面倒見てもらって助かってます。別に礼はいいよ。たまには外で食事でも。3人でゆっくりすりゃいい。あ、うん。フランチ、美味しいの作ってあげる。キッチン行こ。ああ。あ、ノンノこの間同じの持ってた。え、そうなの？お誘いぐらいあるさ。お父さんもまだ若いんだし、いい人とかいるんじゃ。へえ。何を言ってる。お母さんが亡くなって日も経つし、あいつはお父さんが一人じゃ寂しいだろうって家に押しかけてるけど、でも俺は。死ぬまで恋は必要だと思うんだ、男も女も。なんだ。サビーナってちょっと憧れちゃうな。綺麗で情熱的で、あの人本気だと思う。そのたまにはデートぐらいしてもいいんじゃないかなと思って。そちらもたまにはしてみたらどうだ。歯がゆくてイラつくな。私だって。おい、クラシックのコンサートだ。あ、でもこれは。いや、俺は持ってるから。女同士で行くなんて無粋なことはするなよ。その件は大丈夫ですと先方に伝えておいて。ええ、じゃあね、お願い。あ、なんでもないわ。ええ、じゃあね、チャオ。手伝うよ。クラウディオ、助かるわ。ここよ。うん。何してるの？入って。まあ。荷物はその辺に下ろして。じゃあ今コーヒー入れるわ。時間ないなら引き止めないけど。いただこうかな。座って。懐かしいものもあるでしょう。あまり無遠慮に見るのも失礼だし。え、私たち夫婦だったのに。そういうところもあなたらしいわね。変わらない、昔からちっとも。私たちの新しい生活に乾杯。ねえ、そのセーター、私が前にプレゼントしたやつでしょ。あまり着てないから気に入ってないのかと思ってた。その
大事にしまってあったのさ。思い出の品だから。ガブリエラ。そう、その顔よく見せて。本当、つい困らせたくなっちゃうのよ、あなたって。そろそろ行くわ。短い結婚生活だったけど楽しかった。チャオ。元気で。どうかしら、私の入れたコーヒー。おいしいよ。毎朝あなたがコーヒーを入れてくれたわね。温かくて繊細で。私実は毎朝感動してたのよ。え？一緒に暮らしてる時はいちいちそんなこと言わなかったけど。不思議ね、別れた今だから言えるのよ、こういうこと。ありがとう。じゃあね。お邪魔したね。しました、ニコレッタ。クラウディオ、元気がないみたい。ん？そうですか。うん。何かあったな。やっぱり。体調が悪いんだろう。いや、お互い独り身なんだ、遠慮するな。ありがとう。ルチアーノはずっと一人で暮らすつもりなのか。ん？すまない、立ち入ったこと。お前は？私は連れ合いをなくした俺とお前では事情が違う。死んだ者の時間は止まったままだ。でも生きていれば日々変化がある。望む望まないにかかわらず針は進んでいく。クラウディオ。何か？あの、その、その、クラウディオ！私、いつでも時間取るわ。ね？その、話すことで気持ちが楽になるなら、この胸に飛び込んできて。ああ、別に変な意味じゃないわよ。分かってますよ。ありがとう。私たちほら、仲間っていうか。ええ。クラウディオは断ったりしないと思うけど。よかったらその人と一緒に行ってちょうだい。サビーナみたいにかっこいい女にはなれそうもない。Thank you.
なかなかいいステージだったね。じゃあ行ってくる。ああ。セニョールカメリエル、先約があるってもしかしてお孫さん？世話を頼まれて。やだ、どんな素敵なご婦人といらっしゃるのかと思ってた。よかった。私、ライバルはいないみたい。違う。いるのかしら。こっちだよ。今日はありがとうパパ。あれ？サビーナ。まあ知り合いだったの？ええ。お店によくいらっしゃるお客様なんだ。まあ奇遇ね。こちらはニコレッタとマリーナ。ニコレッタはデッロルソの厨房スタッフで、マリーナはカメリエーレのビートの奥さんよ。はじめまして。はじめまして。ん？女同士で悪かったわね。サビーナは私がお世話になってるスタジオのオーナーの奥様なの。もともとはバイオリン奏者で時々レッスンにも参加してくれてる。奥様？え？夫がいるのってことは。ありがとうサビーナ。え、そろそろ失礼するわ。チャオチャオ。私のことを知ってたのね。未亡人だったら何かが違ってたと思っていいのかしら。どうだった？よかった？ああ。フランチと一緒に寝たりしてないよね。寝るか。あ、ねえ、パパを誘ったっていう人来てないの？パパにはマンマがずっとそばにいるのかしら？この後打ち上げがあるんだろう。フランチェスコは連れて帰るから明日迎えに来い。ありがとう。朝一で行く。私もこっち。チャオ。ルチアーノの奥さんって何年前に亡くなったの？9年前よ。ちょうどフランチがお腹にいるのが分かった頃。女の子だったら一層まんまの生まれ変わりみたいに思ったかもしれないけど、男の子でよかった。きっと他の誰でもマンマの代わりはできないのね。フランチの代わりもね。恋人でも作ってくれればなって思わないでもないんだけど、ルチアーノは奥さんのことを愛してるからな。愛だったりするの？
かしら。愛にはいろいろあるんだわ。忘れられないんじゃなくて、忘れたくないんじゃない？クラウディオ、大丈夫。